韓国・ソウルで通りを渡る高齢の夫婦。しかし夫は渡りきった先の歩道で突然落ちてきた石にぶつかります。その後救急車が来ましたが、現場で死亡が確認されたということです。一体何があったのか。歩道の目の前にあったのは夫婦が住むマンション。警察の捜査で明らかになったのが、このようにドアが閉まるのを防ぐために置かれていた石を小学生が外に投げたということです。同じマンションに住む小学校低学年の児童が10階以上の廊下から石を投げたといいます。夫が倒れた付近の歩道には血の跡が残り、そばには投げられたとみられる石が残されたままになっていました。夫婦は一緒に手をつないで出かけたのに、あんなことになってしまって、考えるだけで腹が立ちます。当時現場には2人の小学生がいたということですが、石を投げた理由については明らかになっていません。